エミール・ドプラーはドイツの画家、イラストレーターである。バイマル共和制の1919 19年から1929年まで用いられたドイツの国章をデザインしたことでも知られる。ドイツの有限都市ティールの時代のイラストレーターの一人である。父親の画家、カール・エミール・デプラーと区別するためにエミール・デプラーデア、ジャンゲルと呼ばれることもある。ミュンヘンに生まれた。父親は画家、 イラストレーターでバイロイト音楽祭の衣装監督を務めた人物である。父親から美術を学んだ後、1870年から1873年までベルリン工芸美術館の付属美術学校で学んだ。画家として働きながら1876年から1877年の間、プロイセン芸術アカデミーで学んだ。1881年から ベルリン工芸美術館の美術学校の教師となり1889年に教授となった。1898年から多くの複製美術品を宣伝に使ったルートビヒ、シュトルベルクのチョコレート会社の美術コンクールの審査、委員長も務めた。画家としては北欧神話などを題材に描いた。ドプラーのデザインしたドイツの国章はバイマル共和国の初代大統領、 フリードリヒエーベルトによって1919 19年11月に公開され、1928年にシュバープがデザインしたものに変更されるまで使用された。ありがとうございます。